島東洋カープ対横浜 DeNA ベイスターズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたい。打ちました、流しました、三塁線落ちてフェア、二塁へ送球、バッターランナーは二塁まで。さあ、そしてバッターボックスには大谷が入ります。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。走ってきた、2球目打ちました、取って、ワンアウトです。セカンドランナー飛び出している、バッターは3番山川、ツーアウトになっています。この回のベイスターズ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。まあ、簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですね。さあ、外してくるのか。3球目打ちました、高く上がった、センター左へのヒット、バッターランナーは二塁到達。改めてお聞きしますが、この中村、どういうバッティングスタイルなのでしょうか？まあ、そうですね、状況にもよりますが、基本的には一発を狙った思い切りのいいバッティングをしてくるバッターですね。そうですか。出ました、ファールボールです。ツーストライクです。インコース詰まりました、ここはフライになっています。さあ、これからベイスターズが守備につきます。そしてマウンドに上がるのは先発のダルビッシュ。どんなこと、柳田が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。引っ張った、セカンド取る、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている坂本。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャーダルビッシュ、そしてキャッチャー、引っ張った、詰まりながらもレフトへ、石川が掴んでツーアウト。打順は3番山田、ツーアウトになっています。この回のダルビッシュ、たった2球でツーアウトにして、引っ張った、サード取った、一塁アウト、スリーアウトです。2回の表、2回になります、ベイスターズの攻撃。打席には5番バッター坂本。ベイスターズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどう？打った、ショートの左抜けました、先制のランナーが。打順は6番野村、ヒットでランナーを1塁に置いています。ランナー動きませんね。2球目は何で来るか。センターへ持っていった、ここは打ち上げています。センターフライ掴んでアウト、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは DH オースティン、ワンアウトになっています。初球は外、手元でスルスルっと逃げていくボールですね。またファーストランナースタート、ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。レフト線へ持っていった、ボール際切れました、入っていれば先制というところでした。ノーボールツーストライクです。内のボール打っていった、ここはフライになっています。セカンドフライ抑えてアウト、ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターボックスは8番佐藤、ツーアウトになっています。いっぱいに緩いボールを入れてきます、ストライクです。得意のボールでストライク、走ってきた、キャッチャー二塁送球する、二塁牽制、タッチもセーフ、ふわふわっと上がった、ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト、先制することはできません。2回の裏になります。さあ、カープ、この回は4番から始まります。バッターは吉田。ベイスターズ得点に動きはありません。変化球打った、取った、一塁アウト。バッターボックスには指名打者の王ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。また初球ファーストを取った、そのまま一塁に入ってアウト。バッターボックスには6番村上、ツーアウトランナーありません。この回のダルビッシュ、これも初球打ち、ここはフライになっています。抑えてスリーアウト。3回に入ります、ベイスターズの攻撃。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは9番の菊池。
ベイスターズ得点に動きはありません。0対0で迎える。バッターボックスには代打の佐野。カープピッチャーが変わります。一打先制の場面。バッターボックスには代打のグラシアル。初球は何で来るか。初球は見てきました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。走ってきた。キャッチャー送球して三塁タッチアウト。ここは打ち上げています。抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあ、そして打席には西川が入っています。ここは高打順ですから勝負どころですよ。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、このチャンスは逃したくないですから、ここで得点してしまいたいです。外の球打った。ファーストが抑えた。一塁アウトでスリーアウト。ここでベイスターズ守備を変えてきました。3回の裏に入ります。7番から始まるカープの攻撃。打順は下位打線に入っていきます。バッターは落合。ベイスターズ得点に動きはありません。